それでは看護医療行ってみたいと思います。今日の長文は空小獣、一緒に頑張りましょう。すみません、こちら説明の指示でございますので、一読をお願いします。すみません、全体像はこんな感じでございますので、この後文章が続いていくという流れになってますからね。皆さん、こちらと、そしてここですね。注釈がついておりますので、確認をお願いします。すみません、第一段落でございます。皆さん、注釈2箇所ついておりまして、単細胞生物と昏睡。で、皆さん、選択肢の1番から4番までが、この空所 A ですね。で、そこに入るのかどうか、一つずつ検討するかと思います。で、皆さん、もちろん入る場合もあるんですが、何も入れない。その可能性もありますからね。そのあたりを踏まえて、検討をお願いします。さあ皆さん、空所の左側ですが、まずは人生の終わり。そして空所の右側には、昏睡状態と書いてますよね。ですから空所の左側と右側では、つながりが見て取れますよね。ですからわざわざこの空所 A に何かを入れて、その関係性、それを妨げる必要性は全くないですね。ですから空所 A には何も入れない。ですので、次の第2段落に行きますね。さあ皆さん、続いての段落でございます。まずは空所 B から考えていただけるとよろしいかと思います。で、もちろんこの空所 B のところには何かが入る。その可能性もあるんですが、何も入らない可能性もありますからね。で、その際に皆さん、この第3段落の最初の文章、こちらもヒントになるかと思いますので、それを踏まえて検討をお願いします。さあ皆さん、空所 B の左側ですが、いくつかの方法。まあ、これを読めば、その空所 B のところから皆さん、方法がいくつか展開するんじゃなかろうか。そういうふうに皆さん考えながら読み始めたかと思いますが、皆さん、ないですよね。つまり、一つ目、二つ目。そういう感じで続いていくんじゃないかなと思ったんですが、と。そして皆さん、先ほどコメントしましたが、第三段落の一番最初の文章。Another trait. 皆さん、アナザーがあるということは、その左側ですよね。つまりこの上の方。そこに、ワン点点点。まあ、つまり、ワントレイトですね。それがあるんじゃないかと思って、皆さん確認した方、いらっしゃるかと思います。ですが、皆さん、パッと見ないですよね。ですが、皆さん、選択肢の2番の先頭。ワンウニャウニャトレイト。ありました。ですから、それを空所 B に入れていただきますと、several ways。つまり、いくつかあるうちの一つ目がこの空所 B。そして、二つ目以降が another trait。こういう感じで皆さん、うまいこと繋がっていきますよね。ですから、空所 B には2番が正解。ということで、よろしいかと思います。では皆さん、続いて空所 C でございます。残りの選択肢の検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の左がこの辺りですね。2way と書いておりますから、双方向。皆さん、この双方向の言い換えが見つかっているんではないでしょうか。そうです。選択肢の3番、この辺りですよね。世界に従って行動したら、その世界は反応してくれます。そうです。世界に基づいて行動すると、しっかり反応してくれる。まさに双方向の話が書いてますよね。ですから、言い換え可能でございますので、空所 C には3番。これが正解ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。こちら空所 D ですね。で、それに入る選択肢1番か4番か。まあ、もちろん何も入れない可能性もあるんですが、そのあたりを踏まえて検討をお願いします。さあ皆さん、ヒントはこのあたりですね。クラスターということですから、集まる。密集している様子が伺えますよね。で、皆さん選択肢4番ご覧いただきますと、on the other hand、一方では、ということで、反対の話になってるはずですよね。で、皆さん右側見ていただきますと、scatter、散らばってる様子が伺えます。皆さんもわかりますよね。密集、集まってる様子と、正反対が散らばってる様子。対比の関係バッチリでございます。ですから、空所 D には選択肢4番。これが正解ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。
まずは空所 E ですね。で、そこに皆さん選択肢の1番を入れるかどうか検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の左側 distinct、 異なっている、違っているという話がありますよね。で、空所 E の右側見ていただきますと、some点点点、others 点点点、うにゃうにゃに反応するものもあれば、点点点に反応するものもある。まさに distinct、 異なってますよね。で、さらに皆さん読み進めていただけますと、もう一回 some と other、 for という意味の while もヒントになりそうですね。もちろん while の前後は対比、違うものですからね。ですから空欄 E の左側は違う状態、異なる状態で、空欄 E の右側も異なる状態、しっかり言い換えられておりますので、この空所 E、 そこに何かを入れてその関係性を乱す必要性はないですよね。ですから空欄 E には何も入れない。で、あと皆さん残ってるのは空欄 F で、選択肢も1番だけですからね。ですから空所 F には選択肢の1番を入れていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。今から次につながる情報をまとめていきたいと思います。サムさん、タイトルをご覧くださいね。正解へのヒント、もしくは根拠となる文章に隠れた共通点、結局我々は何を考えて問題を解いたのか、それを意識化しておくと次につながりますからね。さあ皆さん、まずカッコ1番 Several ways で、 One distinguishing trait、 そして Another trait、 ここが正解になってましたが、なぜ One 点点点 trait、 これが入ることになったのか、それは Several ways と、そしてその右側ですね、One 点点点、そして Another 点点点、そうです、 One と Another を並べることによって Several ways、いくつかの方法というふうな関係性が成立しますよね。ですからホワイトボード左側と右側、これ皆さん記号でニアリーイコールと書きましたが、言い換え可能、そうです、言い換え可能だなと思って 1…点点点 trait、 これを選んだはずでございます。そしてカッコ2番の問題、これも 2way 双方向、そうです、この辺りですよね。世界、世の中に従って行動すれば、その世界や世の中は反応してくれる、まさにこういう感じですよね。ですから記号で書くと、これニアリーイコールということで、言ってることがほぼ同じですよね。ですからこちらが正解になってました。そして続いてカッコ3番、皆さんクラスターということですか、集まってる、で皆さん密集してる様子というのは分散と正反対ですよね。ですからこれも言い換え可能で、続いてカッコ4番、ディスティンクトは違ってる、で違ってる様子がこの真ん中ですね、some と others で違ってる、そして some と other で違ってる、ですので言い換え可能ですよね。それをヒントにして質問考えました。ですからこちらご覧くださいね。共通点は言い換えでございます。で皆さん、もちろんこの言い換えを探すときにヒントにしているのは今から考えたいと思います。で皆さん、このカッコ1番の波線のところをご覧くださいね。 1 点点点 another 点点点、もちろんこの矢印の向きが分かりやすいですね。そしてカッコ2番の 2way 双方向と言われたらこういうイメージですね。そしてカッコ3番、これは on the other hand が分かりやすいですね。一方でということですから前後は対比。そしてカッコ4番のこのあたり、こういうものもあればこういうものもある、 some と others には対比の関係が絡んでますよね。そして for while も一方でという意味でございますので、前後は対比ですから、皆さんヒントも分かりましたね。対比でございます。ですから形容の漢語量だけではなく、他の動画でもいろいろお伝えはしてるんですが、言い換えを探しましょう。でその時に対比がヒントになる確率が極めて高いですよ。これは大学や年度に関わらず、皆さんも心理ですね。ですから皆さんが受ける年、受ける大学の問題、そこにも対比が絡んでるはずですからね。ですのであらかじめ意識化しておくと、高得点、難易度が高くても点数は取れるはずです。ですので念のためスクリーンショットをお願いします。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。